1分でわかる志賀直哉の生涯。宮城県に生まれます。東京で育ちます。父親は銀行員。裕福な家庭でした。学業不振で2度落第。2歳年下の武者の工事実篤と同級になり、友情を結びます。東京帝大に進学。内村勘三と交流。大学中退。陸軍に徴兵されます。友人らと白樺を創刊。簡潔な文体で短編を執筆。広島県尾道に引っ越します。山手線に跳ね飛ばされ、木の先にて療養。無駄を排した文章表現の完成。島根に引っ越します。京都に引っ越します。鎌倉に引っ越します。千葉京都なら東京に引っ越します。暗夜航路完成。熱海に引っ越します。戦後、名作灰色の月を書きます。日本ペンクラブ会長就任。東京に落ち着き、余生を過ごします。志賀文学は現在も多くの読者に読み継がれています。